毎度いつもありがとうございます。ヒッシーでーす。というわけで頑張れゴエモンのテーマからちょっと今日は始めてみたいと思います。もうこれ手に入れたんがもう嬉しくてしゃあなかったんですよねはい、というわけで、前回からの続きですね。スーパーウェポンがあるということでね、ゴエモンインパクト、これ取りに行きたいと思いますはい、サヘランドロップスですね。さてどうしましょうかね。お、なんかどうした、どうした元の世界と元気を知らず心配になってきた。いやもうこの二人実は仲いいですからね、もう付き合ったらいいんですよね、もうねサヘラントループスの前にですね、ここ開けたいと思います。でここえらいことなっとったんですよね。一回行ったんですけどちょっと大変でした。なのでちょっとウォーカーギア取ってなんとかギリギリここ守れるかなみたいな、ぐらいの感じなので、ちょっとその感じで行ってみたいと、思います。ウォーカーギア発見ですね。ちょっとこの辺を取っておきましょうね。 OK 行きましょうさあそしてそして、あここあれか、まだマップが出てないところね。あ来た来た来た。まずここここをなんとか開通させておきたい。行きましょう。ほらもうすごい敵おる。ちょっと急に敵強なんのやめてほしいですよね、ほんまに。おい、オッケーやるで速攻。オッケー、ういこいつがだるい。うい、オッケーオッケー、速攻やな。やばいやばいやばい。これはもう1分も守らへんな。くっそじゃあもうこれは後回しにした方がいいんですかね。もしかしたらあっちの方が
楽かもしれないんでね。何あれ何あれ、なんか見たことないマークが。ういっ、くっそ、開けられずですね。まあ、方角的には多分こっち方面やと思うんですけどね。さあヘラントロプス、どんな状態であるのかちょっと気になるとこではありますけどね。あれはただのコンテナか。うわー、またや、あいつ嫌い。さあ、でこのまままっすぐ行っていいんかな。もうなんかそろそろあれか、動きがスカルズですよね、もう。オッケー、はいよ。おっとっとっと、こいつどこまでもついてくんねんな。どうしよっかな。うい、さあ、さっきのところを開けるよりも、こ、お、なんや、思ってたんと違う。まあしゃあないですね。ちょっとずつ修理していけみたいな話になるんでしょうけどね。あ、前は。さあちょっと防衛しましょうかね。上から降ってきませんようにって感じですね。じゃなければ結構楽勝でいけそうな雰囲気ですね。ほい、ほい、なに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 、ちょっと待って、そんなことある？これはあかんな。おい、24秒。
なんとかいけるかな。うい、危ない危ない。いやーちょっと想定外すぎましたね。うい、新しいご飯かな。あ、もしかして取られへんこれ。ああまあいいや、ちょっと待ってくださいよ、一旦帰りましょうかね。一旦拠点に帰ってから戻ってきます。あ、こんなんあった。これでやっつけたらよかったんやな。はい、ただいまです。その前に大型動物を、取ってきてくれという依頼がありましたので、クマですね。これぐらいかな、もうちょっとか。うい、うい、完了。ほんでクラック発見、また稼働してないワームホールちゃんは稼働してない転送装置があの辺にあるんで、ちょっと行きたいなとは思ってるんですが、まあ、とりあえずサケラントロプスですね、これだけ終わらせておきましょうか。黄色いとこ行けば何かがあるんでしょう。あ、もう分断されてるやん、ここで。ひどいもんやで。うい。そいつから離れろ。おとっつぁん。誰だ、一体何をしている。おい、その端末を今すぐ止めろ。落ち着いてください、ダン。私たちはグッドラックの指示により、ロード・オブ・ダスト破壊を目的に活動しています。その声、バージルか。それにグッドラックだと。ダン、あなたは現状正規のカロン部隊唯一の生存者であると推測されます。またあなたが部隊を壊滅させたとの証言もあります。それは事実でしょうか。俺は誰も殺してない。え、そうなん。貴様がバージルならそれを知っているはずだ。私には記憶の欠損があり、あなたの話を証明できません。キャプテン、ここまでの彼の反応から判断してセスの証言と異なり、その精神状態は正常なようです。ちょっときな臭い感じになってきましたね。詳しい話を聞く価値はあるかと思います。いかがでしょうか。待て、セスと言ったな。やはり奴が絡んでるのか。いえ、奴は今どこにいる。やはりワンダラーを味方につけていたか。ワンダラーです、応戦してください。そうね、食い違いあるよね。OK。 OK。 ちょっと誰が正しいこと言うてるのかが今んとこわからないですけども、もしかしたらセスも怪しいかもしれないですね。さあどうなるんでしょうかってとこなんですけども、どうしようかな。ちょっと上も行ってみたいけども、まあちょっとサクッと戻りましょうか一旦ね。
端末の同期をお願いします。はい、ちょっと音が閉まらんな。団にあったんだ。おたおた、奴は行かれている。奴の言葉に耳を貸すなよ。どうでしょうね。バージルの分析では団の精神状態は正常だったみたいです。記録によれば、カロン部隊の壊滅の裏で何者かの裏切りがあったことは事実のようです。その何者かがダンだ。バージルの分析が正しければ、セスの話は事実と食い違うことになる。グッドラックの言っていた生き残りというのは本当にこいつなのか。とりあえずこの先どうするか決めてしまわない。サヘラントロプスの調査データを解析したところ、あれが強力な武器を備えた兵器であることは間違いないようです。動かすことができればロードの破壊を実現できるかもしれません。ボロボロやったよ。でもサヘラントロプス言った通りだろう。俺は嘘はついていない。まあどっちが嘘ついてるかわからないから、とりあえずうちらで確保しとこうぜ。放っておくと危ないしよ。まあまあエコというね、ニコラス。どっちも敵じゃないって信じたいけど、今の状況を考えるとそうした方も良さそうね。よし決まりだ、キャプテン。サヘラントロプスの回収よろしく頼むぜ。セス、真相が分かるまでの間悪いが監視させてもらうぜ。好きにしろ。だが俺はお前たちの敵じゃない。相棒なら分かってる。サヘラントロプスの回収にはワームホールを使用します。機体の近くにワームホール採掘機を設置してください。 OK。 また防衛戦みたいになるんでしょうね、きっとね。はい、というわけでちょっと一旦ゴエモンの音楽は切りました。はい、まあ、ちょいちょい音楽は楽しんでいこうかなと思うんですけども、さてさてちょっとまとめましょうかね。ちょっとこの辺の防衛は難しかったです。ちょっと諦めてまっすぐ逃げたって感じですね、ここまで。それで、サヘラントロプス発見して、話が何やらきな臭い感じになってきたっていう印象ですね。どうしましょうかねっていう話なんですけども、とりあえず次回までにちょっと探索はしとくって感じですね。もうこの辺も多分ちょっと開けとこうかなっていう感じです。なんか面白い絵が撮れたらそれアップロードしようかなと思うんですけども、普通に終われば終わっとこうかなって感じですね。もうこの辺も多分いつもと何ら変わらない、マップを広げるだけみたいなね、ワープするところを広げるだけみたいな話になってくると思うんで、この辺もちょっと終わらしとこうかなというふうに思っております。まあ、ちょっとどうなるか分かんないですけどね。やった上で、次サヘラントロプス回収、おそらくこれ、防衛するような形ですね。時間内にサヘラントロプスを守りきってくださいみたいな感じになると思うんで、次回はそれでやっていこうかなと思います。で、ちょっと敵が強すぎる。どうしましょうかねこれ。この辺もわらわらおったし、でただ、まあ、前みたいにね、おそらくまたここ敵少なくなってんちゃうかなと思うんですよね。1回失敗してその時は少ななっとったんですよね。なので今回もまた2回目行った時少ななってくれたらいいなって感じなんですけども、またちょっと怖いですけど、ここ見に行ってみます。はいですね。であのサヘラントロプスの崖上がったところらへんにちょっとだけ光見えてましたけどね。ここにも転送装置ありましたもんね。ああで得意点もあるという感じです。これどうなってんだろうな、マップ。この辺多分崖っぽかったんで、ここも多分壁でしょうね全部。でここもずっと壁で、なんかもう細長く進んでいくような感じのマップになるんですかね今回は。ちょろちょろちょろっと前みたいにちょっといろんなとこ行けるっていう感じではなさそうですね。はい、
はい、そんな感じで、今回のところは、これで終わっとこうかなと思います。いやー、ちょっと話がこじれてきて、個人的には楽しくなってきましたね。一体誰が嘘をついてるのかとね。割と誰もが悪じゃないみたいなね、話は結構好きなんでね。ファントムペインもそんなんでしたけども、それぞれの思惑があってやってることやったみたいな話になると嬉しいなとは思うんですけども、どうなっていくんでしょうね。続きが楽しみであります。はい、じゃあ今日のところは一旦この辺で終わっておきましょう。ではではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。